公民教育とは、高等学校における教科、公民についての教育活動、内容などの総称。中学校における、社会科教育における公民的分野との関連が強く、講義にはこれらの内容も含まれる。それな学習指導要領によれば、公民教育の目標は、公民的支出の形成とされている。高等学校においては、現代社会、政治、経済、 倫理の三つの強化が定められており、現代社会、または政治、経済と倫理のどちらかを履修しなければならない。多くの高等学校では、現代社会を一年次に履修する形が取られている。ただし、多くの高等学校ではこれらの分野は軽視され、専任の教諭がいなかったり、必要最低限度の授業しか行われなかったりしている。このことは、 大学入試でこれらの科目を要求する大学、学部が少数であることと関連している。公民教育における教育内容を大まかに分けると、次のようなものになる。これらの内容のうち、現代社会では全てを、網羅的に、政治、経済では、政治領域と経済領域を中心に、倫理では、倫理領域と社会領域を中心に扱う。 日本で高等学校、公民の教員免許を取得する際には、教育職員免許法施行規則第5条に基づき、次の内容を含む科目を、規定単位数以上履修する必要がある。2010年2月現在、中学校、社会、高等学校、公民の教員免許は、教員養成系や社会科学系の多くの大学、学部で取得可能である。 教育職員免許法施行規則の規定から公民教育が取り扱うべき分野すべてを履修していなくても教員免許は取得可能である。公民教育で取り扱うべき学問領域が多岐にわたるためか免許取得可能な大学、学部が他の教科以上に多いが他方で教科、公民の高等学校での需要はあまり高くない。よって、 免許取得者の多さと高等学校での需要の低さから教員採用試験でも購買率になりやすく複数免許の免許取得が事実上必須となる。なお、中学校、社会の免許取得のためには公民教育が扱う分野以外に日本史、外国史、地理学の単位を各2単位ずつ履修する必要がある。教育職員免許法施行規則第5条。 e いか法令検索。総務省行政管理局。2020年1月8日閲覧。お参照。中学校、高等学校教員の免許資格を取得することのできる大学及び私立大学通信教育協会取得できる教員免許状一覧。ありがとうございます。